僕らが親日になった理由だ。のっぽさんの訃報に海外から悲しみの声。NHK 教育テレビの子供向け番組できるかなで、20年以上にわたってのっぽさんとして親しまれた。俳優の高見のっぽさんが昨年9月10日に、心不全のため88歳で旅立たれていたことがわかりました。周囲を騒がせたくないというご本人の希望もあり、公表は半年以上控えられていたそうです。劇中では一言も喋ることなく、ジェスチャーを交えて鮮やかな工作の腕前を披露。相棒のゴン太くんと共に人気者となりました。実はできるかなは中南米のスペイン語圏でも、90年代を中心に放送されており大人気に。今回の訃報は、現地でも大きく報道されており、関連記事には悲しみとこれまでの感謝を伝える声が殺到しています。教育的で楽しい、とても良いプログラムだった。子供たちの創造性を呼び覚ます力があったね。プラス22メキシコ。子供の頃ゴンタが大好きだった。のっぽさんが旅立ってしまって悲しい。あの番組には本当に良い思い出しかない。コロンビア、僕の子供時代は彼と一緒に去ってしまった。もうあんなに教育的な番組は作れないだろうな。プラス34ベルギー在住。午後に小学校から家に帰ってきて、彼の番組を見るのが恒例になってた。忘れられない良い思い出だよ。プラス22メキシコ。段ボールとかを使った工作物が大好きだった。自分がアートに興味を持ったきっかけでもある。ゴンタは一人になってしまったんだな。プラス3チリ。彼は俺たちに素晴らしいレッスンを与えてくれた。それと、日本のテレビ番組はレベルが違うって、子供ながらに思ったものだ。プラス3ペルー。うわぁ、悲しすぎる。私は小さい頃にあの番組を欠かさず見てたから、想像力や想像力を刺激してくれたなぁ。プラス15ドミニカ共和国。健康的な楽しさ、学び、文化、エンターテイメントを提供する素晴らしい番組だった。プラス27ペルー、のっぽとゴンタ。忘れられるはずがないさ。あれは純粋なる創造性の源だった。当時の国営放送は子供向けの番組が充実してて、日本のドラマとかもたくさん放送されてたな。プラス8ペルー、のっぽさんは私の子供時代を素晴らしいものにしてくれました。心から感謝しています。プラス27ボリビア、のっぽさんありがとうございました。プラス415。午前中にのっぽさんのできるかな、午後に日本のドラマが放送されてて、どっちも大好きだった私の子供時代はなんて美しかったんだろう。プラス13、ネット上でいいから再放送を流してほしい。プラス15エルサルバドル、のっぽさんって劇中で一度も話さなかったよね。プラス2、その通り。だけど最後の放送でお別れの言葉を口にした。プラス12ペルー。私たちの子供時代を美しく彩ってくれてありがとう。プラス3メキシコ。何年経ってもこの番組のことは忘れられない。だって子供だった私たちが一生懸命見てた番組なんだから。プラス4メキシコ。だけどなんで日本では有名人の訃報を後から伝えることが多いんだろう。いや、それが一般的ってくらいに多いんだよ。プラスペルー。土日の朝に放送されてたな。子供たちにとって早起きする理由だった。プラス3ボリビア。文化的な家庭の子供たちはみんな見てた覚えがある。私たちは絶対にあなたを忘れないでしょう。プラス27エルサルバドル。今は文化的な番組がなくなっちゃったし、新しい世代の子供たちにも、できるかなを見てほしいけど。プラス15エルサルバドル。なぜ最近はこういった良質な子供番組を放送しないのか。本気でその理由が知りたい。プラス4メキシコ。当時ペルーの国営放送は日本の NHK や、ドイツの放送局から教育番組を買い取ってたんだ。だから面白くてよく見てた。プラス11ペルー、本当にためになる番組だった。90年代後半に子供だったことを幸運に思うくらいに。のっぽ高見さん、どうか安らかに。プラス11メキシコ。子供向けの最高の教育番組の一つで、日本の番組とは知らずに毎回楽しんでたよ。チリ、自分にとっては日本という国を知った番組だったな。詳しいことはよく覚えてないけど、エピソードが終わった後に母親が、日本のことを少し教えてくれたんだ。プラス2メキシコ、のっぽさんは想像力でどうにかする方法を教えてくれた。今思うとかなり恵まれた子供時代だったんだな。プラス3、この番組から教わったことは数えきれないくらいたくさんある。のっぽとゴンタ、君たちのおかげで子供時代の俺は、いろいろなことが自分でできるようになったんだ。プラス22エルサルバドル。子供時代の思い出はどうしてこうも美しいんだろう。のっぽさんとゴンタを見てる時間は、本当に楽しい時間だった。プラス5エルサルバドル。子供時代の夕方を、可愛く彩ってくれてありがとう。ゴンタを交えたユーモアとイットが大好きだった。
初期のオタクを作ったと言って良いかもね。僕らが親日家になった理由なんだから、プラスゴコロンビア。私たちの子供の頃、日本の番組は本当にためになった。また放送してくれればいいのに。プラスにエルサルバドル。大げさじゃなく、私の子供時代そのものプラスにチリ。この番組からたくさんのことを知ったなぁ。のっぽさん、あなたは多くの人間にとっての恩師だ。プラス8ペルー。幼い頃の私の創造的なレッスンだった。安らかに眠ってください。そして、本当にありがとうございました。プラス16メキシコ。